久保さん。今、夢の中ですかね。はい。まあ、今回は、ま、その、まあ、みんな続かないんで、あれなんですけど、そう。3日か4日前か、ちょっとすみません、忘れたんですけど、あの、宮迫さんが、あの、YouTube の再生数が上がらないから、ひか、あの、ヒカルくんのとこに行ってみたみたいな、アドバイスを伺いに行ってみたみたいな、なんかそういう動画のスクショがあって、まあ、クリックしてないんですけど、 芸能人が一般人に土下座して教えを被うるっていうね。<laughs> ネタ的には面白いのかなと思いますけど。だから結論、その、あ、そうそう。さっきね、チョコレートプラネットさんっていう芸人さんの人いてて、で、その人が去年、今年か、今年だと思うんですけど、あの、3000万回ぐらい回したやつがあるんですよ。それが、 あの、香水香水を真似たやつなんですけど、チョコプラの動画がめちゃめちゃバズってさ、3000万回ぐらい回ってるんですね。2, 多分2000万回か3000、ちょっと見ていいですか多分3000万回だな。香水。チョコプラ香水で、えっと、3200万回回しますね。でもこれ一発ね、3200万回ぐらい回してるんだけど、チャンネル登録者数のボリュームが、まだ100万人いってないんですよ、チョコレートプラネントさんって。うん。 だけど、ヒカルくんね。今ヒカルくんどれぐらいいってんだろう。400万人かヒカルくんはどれぐらいいってんだろう。ヒカルくん400万人超えてますね。<laughs> 3000万回回してる動画1本あるんだけど、100万人まだいってない。しかも芸人さんですよね。テレビに出てる芸人さん。で、一方、YouTuber、YouTube の人ですよね。<laughs> 一般の人。これ400万人ですよ。そう。なんかこれ何が起こってんのかって話なんですね。 だからその YouTube の世界には YouTube の世界があってあ、前も言ったかもしれないですけど、個人の良さっていうか、テレビ番組で見れない良さがあるわけですよ、YouTube っていうのは。だからなんでその久保さんのね、その、なんだ、あの、昔のね、昔の10年前ぐらいでしたっけ ?10 年前ぐらいのなんか古いね、あの、ちょっと、ちょっと画像が荒い、音声も荒い、 それでも売り上げが上がるのか、見てくれる人がいるのかっていうと、それはその味が出るからなんですよ。でもこの味っていうのは、他の、うん、放送局では出せないんですよね。YouTube の、うん、じゃあまとめましょう。YouTube で稼ぐ上で大事なことっていうのは、あのスピードです。もう完全スピードだと僕は思ってます。だから、1日何本でもアップしなくてもいいんですけど、そのスピード感覚がある人ですね。 常にその時代に対応して変化して、まあ、トレンドに乗るなりとにかくスピーディーにその発信できる人これが YouTube で生き残る上でのめちゃめちゃ重要なファクターだと思いますとにかくスピードが速い、うん、だだ例えばさ久保さんも言ってましたけどその芸能人が YouTube 始めるときって確実に周りに誰かいるんですよ一人で やってる人ってほぼいないんですよね。もちろん、売れてない芸人さんとかは、個人でやってる人、もちろんいるかもしれないですけど、有名な人が来た場合って、確実にカメラマンもいるし、あの多分そ,その YouTube の企画、立案してる人も裏でいるだろうし、プロデューサーみたいな。台本もあったりとかね、シナリオもあったりとか。だかそれ作り込まないといけないんで、スピード遅いんですよ。かこテレビと一緒じゃないですか。YouTube のいいとこって、あのそこの、今までの企画とか、立案とか、 編集とか、それを全部除外して、よよ。りスピーディーに出せるわけですよ僕が勝てるなと思ってる理由が何かっていうとまあどんな人が来ても YouTube で勝てる理由勝てるなと僕が思ってるのはこのスタイルでもいくらでもどんなスタイルでも発信し続けられるんですよスピーディーに。 でなんでそれをできるかっていうとうそれが最も大事だと僕は思ってるからですね。よりスピーディーにより発信できるっていう。これが、どんなに大企業でも、逆に言うと大企業になればなるほどスピーディーさっていうのは落ちるんで。何人も、かあのそのフィルタリングがありますから。ね、なんか一つの商品出すにしても、めっちゃ会議しないといけないとか絶対あるじゃないですか。うん。なんで、その、遅いんですよね。だけど、個人のメディアっていうのは、 もうめっちゃ早くいけるんですよ。だからこれが僕は最大の強みだと思ってます。個人の。で、この個人の最大の強みを活かせてる人は生き残っていきます。で、これ編集やった人だったらわかるんですけど、あの、編集マジ無限なんですよ。だから別に編集やってもいいんですけど、その編集を続けられるマインド、だからヒカキンさんみたいなマインドがあるんだったらまあいけるんですけど、まあ大抵ないんで。うん。だから編集続けられないんですよ、みんな。よりスピーディーに。 ももはや編集入れたらよりスピーディーにアップロードするなんて、僕のアップロードスピード感覚に編集してる人は絶対ついてこれないです。こう命かけてもいいですけど、だって編集する時間必要じゃないですか。どう考えても。まあ動画をね、こう撮りながらテロップ入るとかね、動画を撮りながら BGM 入るとかね、も、ま、う、あ、全部 AI が全部やってくれるみたいなね。なんかそういうのが出ればわかんないですけど、僕とか久保さんはもう全部ノー編集なんで、ほぼ。勝てますね。 だからこれがね弱者の戦略ってやつですからね。いってらっしゃい。